ビンス・プリンはアメリカ合衆国の小説家、ミネソタ州セントポール出身。テロリズムをテーマとした著書が多い。テレビドラマ 24-24- 24シーズン後ではストーリーのコンサルタントを務めた。1984年にセントトーマスアカデミーを1989年にセントトーマス大学ミネソタ校を卒業。卒業後は クラフトフーズに会計とマーケティングの専門家として勤務。1991年、海兵隊のパイロットになる夢を追って、クラフトを退社。養成学校を卒業する一週間前、医学的な問題で、海兵隊の飛行プログラムを受ける資格が得られなかった。ディスレクシアを克服するために努力し、毎日毎日読み書きを繰り返した。フリンの文体は、 この時に使用したヘミングウェイ、ラドラム、クランシー、トールキン、ビダル、アービングの影響が見られる。この時、小説に興味を持ったことが自分で書こうと思うきっかけとなった。セントポール地域でバーテンダーとして働きながら、諸女作タームリミッツを書き上げ、自費出版した。フリンは当時のことをマーティン・エル・グロスのザ・ガバメント・ラケット、ワシントン・ウェイスト・フロム、 A2Z を読んだばかりで今までに読んだ政治の本にがっかりしていた。ワシントンを変えられないだろうかとジョギングしながら考えていたら数年前の夏にワシントン DC で射殺された友人のことを思い出した。そのまま走り続けていたらストーリーが浮かんだんだ。と述べている。同作は1998年にポケットブックスからハードカバーで1999年に ペーパーバックで出版されるとニューヨークタイムズのベストセラーリストに数週間掲載され続けた。1999年に2作目となるトランスファー・オブ・パワーを2000年に暴力国家を2001年に強権国家を続けて出版し、強権国家はベストセラーリストで第7位まで上った。諸女作ターム・リミッツを除き、フリンの作品はすべてテロリズムに対抗する。 CIA の暗殺者、ミッチラップが主人公のシリーズである。2008年2月、CBS コーポレーションの映画化プロジェクトに同意した。映画プロデューサーのロレンツォ・ディボーナベンチュラが、ミッチラップシリーズの制作の交渉に入った。版元のアトリア・ブックスは、フリンの作品から4冊の権利を獲得した。2010年8月、元軍人で作家のブライアン・ヘイグとの協調で、 新シリーズ2冊の執筆の契約を結んだ。2011年2月1日、ファン向けのニュースレターで前立腺がんのステージ3で治療中であることを告白した。2013年6月19日午前1時15分、3年の闘病の末、家族や友人に見取られながら死去47歳だった。詳細はミッチラップを参照。文末の数字は ストーリーの順を示す。トランスファーオブパワーザサードオプションセパレーションオブパワーエグゼクティブパワーメモリアルデイコンセントツーキルアクトオブトリーズンプロテクトアンドディフェンドエクストリームメジャーズパースートオブオーナーアメリカンアサシンキルショットザラストマンザサバイバーカイル・ミルズがシリーズを書き継いだ。ありがとうございます。